2024年度予算案が衆議院本会議で自民党・公明党の賛成多数で可決しましたが、立憲民主党の泉代表は野党全党で予算案に明確に反対できたことを意義として強調しました。当然裏金問題とですね、まあこの予算に問題ありということを野党が結束して訴えて、まあ最終的には野党全党もですね、まあ反対ということで、まあ、明確に。 この予算への評価をできたと思っています一方で、日本維新の会の馬場代表と、国民民主党の玉木代表は、予算案の衆院通過を阻止するために、長時間の趣旨弁明を行い、審議時間を引き延ばしたことなど、立憲の戦術に疑問を呈しました。国会の,その建設的な議論そういういこととはかけ離れてですね オリンピックじゃないんですから、新しい記録を樹立したらいいというものじゃないと思うんですす、ね、べての原因は、これは政権与党にありますよ。一方で,です、ねその、いわゆる日程闘争をです、ねまあ、立憲民主党さんあの、一部やろうとしたんですが、まあ、これもまた中途半端でですね。共産党のの田村委員長はは審議時間が制約されたのは にに自民党に責任があるとずるずるずる、ずる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 、ずるずるずる、真相解明やらないと、そのために予算案の中身そのものについての審議の時間っていうのもね、非常に制限されてしまったと思いますね。